はい、こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日はマッチングアプリについてコメントでリクエストをいただいておりますので、そのリクエストにですねお答えさせてもらおうと思います。こちらのコメントをですね、いろんなアプリをやってるみたいなのでそれぞれを比較する動画とか見てみたいですということで、どうもありがとうございます。はい、ですね、僕自身マッチングアプリを始めて何種類かのアプリを経験してきましたので、今日はそれをですね図にして、比較をしたりとか、いろいろとですね僕が思っていることを話したりとかしようと思います。皆さんのご意見などもお待ちしておりますし、あとはこれからマッチングアプリを始めようと思っている方もですね、少しでも参考になればと思ってお話しさせてもらおうと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。ということで、ちょっと図をですね作っていましたので、こちらまずご覧ください。どうぞ。はい、まずこれは僕の完全な主観ですので、僕はこう思っているということなので、はい、そこら辺 ご理解お願いします。細かいことに関しては、僕がそのやってたのはですね、だいたい約1年前ぐらいなので、いろいろちょっと変わってるかもしれませんが、すいません、それはちょっとですね、もし違っていましたら今後訂正しますので、すいません。はい、まずこの6つのアプリなんですけども、今ですね現在進行形でやってるのがこのユーブライトになります。で、他の5つに関しては以前やっていたものになります。皆さんどうでしょうか。この図を見てもらっていろんなご意見をお待ちしてますのでよろしくお願いします。で、今日はですねまず僕が登録した順番にお話しさせてもらおうと思います。まず一番最初に始めたアプリがペアーズです。はい、でこれはですね視聴者さんからお説明してもらって僕はペアーズを始めました。ペアーズっていうのは多分マッチングアプリの中でも一番有名なんじゃないですかね。僕がそういったアプリを始めるだいぶ前にですね名前を聞いたことがありますし、マッチングアプリといえばって言ったら多分ペアーズっていうですね思い浮かぶ人が多いと思いますね。いや、それを踏まえて僕がやってみた感想なんですが、ですね僕自身はスペックは高くないんですよ。見た目がこんな感じなんですね。で、今38歳なんですが、僕はペアーズ半年間やって、で間を空けて1ヶ月間やりました。なので通算7ヶ月間やりましたが、結局お会いできたのは1人だけなんですよ。その会った人とも1回会っただけで終わったので、結局誰とも会えずに終わりました。僕の印象としては僕がいいなと思う人はたくさんいましたけども、やっぱね、マッチングは難しかったです。かなりマッチングするのは難しかったなと思います。もちろん有名なだけあって、裏を返せばライバルも多いってことですよね。ってことなので、ライバルにこう勝てなかったということになります。はい、これが僕のペアーズの印象になります。で、ペアーズと同時期ぐらいにやってたのがTinderなんですよ。この図で見るとかなりこう尖ってますよね。Tinder の特徴としてはこれ、ね、男性も無料で使えるんですよ。これすごいですよね。ただ僕は課金をしてやりました。ですけども1ヶ月間やって1人も会えなかったです。で、Tinder の印象としてはすごくね若い方が多かったんですよ。そして真剣な出会いというよりかは、ライトの出会いを求めている女性が多かったなと思います。もちろん多分ライトの出会いを求めている多分男性も多いと思うんですけども、Tinder が向いてる人としては、すごく若くてイケメンな人、ライトの出会いがいいなって思う人だったらもう Tinder 一択だと僕は思ってます。はい、Tinder でいいと思いますね。無料でできるんでね、すごく僕はおすすめかなと思います。ただ僕の場合は全然うまくいかなかったです。で、次に始めたのがお見合いですね。で、お見合いに関しては僕がやってきたマッチングアプリの中で唯一彼女ができたのがお見合いです。なのでお見合いに対する印象はすごくいいですね。で、お見合いとですねこのペアーズ結構近い位置にあるんですけども、お見合いの方が年齢層がちょっと上だと思います。ペアーズが大体20代から30代ぐらいが多くて、お見合いに関しては20代から30代は後半の方までも多かったかな、そういう印象があります。僕の中ではペアーズよりもお見合いの方がマッチングしやすかったです。で、お見合いのですね特徴として一つあるのが、いいねを送る際に例えば人気会員の人いるじゃないですか。その人気具合によってその人に消費するいいね数が違うんですよ。例えばものすごく人気がある女性会員に対しては1回いいねを送るのに10いいねぐらい消費することがあるんです。そういうのがあるんで、これ、よく言えば、分散されるってことだと思うんですけども、自分の大事ないいねを消費するので、
まあ、そういったところでも、まあ、慎重にいいねを送っていかなきゃなというふうに思いましたし、そこら辺はうまくやっていかないと、人気の人ばかりに送ったらすぐにいいねが枯渇しちゃうので、まあ、そういうのが、ありますよね。ただですね、別にそのすごく人気じゃなかったとしても素敵な人はですねいますので、そういう人をこう見つけていくっていうのもアプリ全体に言えるかもしれませんが、まあ、醍醐味だと思います。そして次に始めたのが Wiz ですね。でこの Wiz に関しては毎日無料で16人の方にメッセージ付きいいねが送れるっていうのが僕すごく魅力だと思います。無料でこう診断ができるんですよ。その診断結果が同じだった人に対して、まあ、メッセージ付きいいねが無料で送れたりもするので、そしてその他に毎日無料でいいねができる方も含めて1日に最大16人の方にメッセージ付きいいねが送れますので、僕はすごく使ってみてよかったです。で僕は、Wiz をですね4ヶ月間やりまして、まあ、1500いいね以上送りました。で彼女はできなかったんですけども、僕が今までやってきたマッチングアプリの中で一番会えました。6人だったかな、6人7人ぐらいに会えましたね。でもちろん素敵な方もねいましたので、僕はすごく Wiz は良かったです。でペアーズとお見合いに比べてもマッチング率も高かったです。まあ、これは多分メッセージ付きにが送れるからだと思うんですけども、ペアーズやお見合いよりもマッチングできた印象があります。ただ Wiz は若干年齢層が若いんですよ。はい、若いので、まあ、20代後半の男性とか、まあ、30代前半の男性とかにはすごくいいと思います。僕はね、もう30代後半だったので、僕が20代の方にメッセージ付きに送ってもほぼマッチングしませんでした。まあ、0% と言ってもいいぐらいマッチングしなかったです。それがやっぱ30代になってくるとマッチングしやすかったです。はい、で Wiz は30代よりも20代の方が多い印象がありましたので、まあ、僕でも使えるんですけども、20代後半から30代前半の方が使ったらもっと会えると思います。はい、そして次マリッシュですね。マリッシュ特徴としては、まあ、シングルマザーの方とか、まあ、離婚歴がある方がすごく多いですね。このマリッシュに関しては、まあ、再婚とかしたい方にですねすごくおすすめのアプリなのかなというふうに思いました。僕が使ってみてマッチングはねそんなにしなかったんですけども、マッチングした方とは会えたりもしてるので、あと年齢層がですね、高いです。まあ、30代後半から、まあ、50代、ぐらいの方がすごく、多いですね。まあ、僕の印象だと40代の方がすごく多かった印象がありますので、まあ、そこぐらいの年齢層の方がいいなっていう人にはマリッシュおすすめですね。でマッチング数は全然少なかったんですけども、ただ会うことはできました。そんな感じですね。はい、そして今やってるのが U ブライドになります。まだ始めて1週間も経ってませんけども、 U ブライドの特徴としましては男女ともに有料ってことなんですよね。ただこれは僕前回の動画でお話ししましたけども、まあこれですね男女ともに有料と言われてるんですけども、特に女性は無料でも多分使えてしまうと思います。はい、まあこれはね前回の動画見てもらえばと思うんですけども、多分これ無料でも使えちゃうなと思いますし、有料会員さんが僕の印象だと少ないです。ただ有料会員になると1日50人にいいねが送れるっていうのがあるんですよ。それは、魅力かなと思うんですけども、そもそもねそこまで会員数がね多くないので、50人送りたいって人がなかなかねいないっていうのがね、あります。はい、有料会員に絞って1日50人に送ろうとしてると多分あっという間に送る人がいなくなってしまうと思うんですよ。で僕は今無料会員さんにもいいねをこう送ってる状態なんですね。なのでまあね、まあ、男女有料ってのでいいなと思って始めたんですけども、もちろん1ヶ月間やっていますけども、まあ、やってみてまた感想をお話したいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まだこの他にもたくさん、マッチングアプリってありますよね。皆さんからのちょっとご意見もねぜひ教えてもらえればと思いますので、まあ、こういうアプリいいよとかですね、こういうのやってみたことあるよみたいなこともですねぜひコメントで教えてもらえればと思います。そして本日は、リクエストどうもありがとうございました。まあ、少しでも参考になってもらえば嬉しいです。もし、この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。それぞれを比較する動画とか、それぞれを比較、いろんなアプリをやってるみたいな、いろんな
ライトな出会いを求めた、まあ、ライトな出会いを